マッシュ、疲れ。タカル様。エミさん。エミさん。ごめん、恥ずかしいや。今年の熊本で、あ、デザイン見る。うん。真ん中来たら。いや、大丈夫、大丈夫。おお、鳥で熊本ジャパン。ジャパン。はい。と星が、星が、星が3つ。ね、スリースター。あ、おっぱいおっぱい。3連勝。あら、おっぱい。やだ、おっぱい。誰が、どこ見てんのよ。どこ見てんのよ。見せとるやないか。で、今日もし優勝できたら、来年は多分4つ星になるんじゃないですかね、ねみたいな。おめでとう。まあでもやっぱ強いですね、いや強いですね、今年の熊本は。頑張らなきゃ。だって、あれですよ、この、橋本さんね、さえさん、さえさん、さえさんもほら、ずっともう長年されてるじゃないですか、でもまあ、今回初代表で、まあ、正直ね、やっぱさえさんが入ってくるというのは予想してなかったです、僕も。まあほら、普段のダーツをそんな見てない、ね、まあ、要するに、あとはほら正直です、ね、めちゃめちゃでもいいダーツされますね。そうね、いや、はい、で、その、まあエミちゃんか、まあ、しっぽちゃんか、はいはいはい、エミさん出てないですね。そうそうそう、でもまあその辺がかなと思ったら、入ってたから、ああどうなんかなとかって思って、うん、そしたらいきなり4人抜きするわけじゃないですか、ね、はい、熊本すげえなと思いますよね、うん、なんかね、なんかそういうか、なんかあるんでしょうね、そこも強いんかいみたいな、いやもう頼もしすぎて、まあ、どうなるんかなと思って、もうね、どうしよう、でも私とリオピーただ酒だばっかり飲んでさもう酔っ払ってもう水買ってきてって言ってましたいつ来るかわからない、そう、もう心の準備だけして、くるくると思って来ないっていう、うん、さあいよいよ始まりますね、3位決定戦ですね、3位決定戦、ね、はい、歌の方上手だったんだよね、あ、4人抜きね、でこれ乗ってますからね、藤沢さんもね、中山先輩、ズバリどっちがパーフェクトプロです、ズバリズバリ福岡、はい、ああ、なるほど、へえー、なるほど、なるほど、坂本選手は、いやちょっとさっきの富山さんの試合を見たので、うん、私はちょっとまた大分というか富山さんが行っちゃうんじゃないかなっていう、素晴らしい、キーマンですね、多分ね、うん、いや、うん、めっちゃいいダーツしてたんですよ、うん、さっき、やっぱ表情がね、もう、うん、もうなんか仕上がってますよ、もう、うん、でも別に、なんかこう、入んなくても別になんか、うん、そうそうそう、自信持ってやってる感じが、うん、なんか臆してないですよね、うん、集中できてる感じの表情、うん、はい、ふわふわしてない、いや、上手よ、この人、うん、上手ですね、うまいんですけどね、うん、今日はなんかね、まあこの画面に映っただけですけど、僕が見たのは、はい、やっぱなんかちょっと納得いってない感じなんですよね、全部出し切れてない、うん、多分やっぱなんか、でも私のイメージもそうですね、もうちょっと打つイメージ、うん、うん、そう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 、やっぱパーフェクトで、うん、なんかそこのさ、笑われましたよ、ね、あの3人さ、素敵な笑顔、ね、メグ2世、メグ2世、奥村の子ですよ、はいはい、完全にほらゆうちゃんやってけみたいな目でしょ、もうやだ、いじめだから、うん、いやでもいいよ、あー上手、ナイス、ナイス、そうそうそう、まあ、藤田選手がやっぱなんかちょっとね、うん、なんかまだ見つけれてないと言いますか、自分のダーツは、でもいいっすよ、そうですね、あー、なるほど、あー、ナイス、ナイス、なんか雰囲気は好きです、うん、いやいや、でもどんどん来るんじゃないですか、うん、こうね、結構トリプルがもうだいぶ入ってきたから、うん、わー入ってない、それでやっぱ気持ちが乗ればね、クリケットは特にやっぱね、少し入り出してる、勝ったらやっぱでかいんすよ、うん、今後に、うん、絶対こんなのですね、うん、だからたまたま入った感じじゃないですもんね、うん、大分の富山さんも、もう完全に刺しに行ってますもん、さすが、うん、ほら、見て、めちゃめちゃ上手、よーい、もう1本、おおビッグラード、これビッグラードね、強いよ、ちょっとあ、しっぽさん、やっと乗ってきた、その藤田選手ね、なんかそこをこうバスっていく、いやいや、おい、素晴らしいよ、いや、ここで進むの、しっぽちゃん、あー、しっぽちゃん、うん、しっぽちゃん、お疲れ様、
ザ・チャンス、ザ・チャンス、面白いですね。面白いですよ。面白いですね。では4点と、あ、来た。まあでもオーバーね。もうこれはもうでもね、その諦め、もうメンタル勝負やね。もう、どっちがしびれを切らすかというか。引いたら負けですね。引いたら負けですね、これは。まあ、レグ勝負だからね。なんかもう難しいな。行くときはいかないし。もうこの 中盤のこの、このせめぎ合いは、もうどうも気持ち勝負ですよね。もう漏らしちゃう。打ち合い上等ぐらいの気持ちでやらないと。いやいや、でもまだ10ラウンド9ラウンド9ラウンド、そうですね、次なかなか風が治らないですね。いやもう2週間ぐらい、高春からもらったんですよ私。治ってるじゃん、そしてもうすでに。え、今最中ですか？今日ですか？はい、マックス、本当、マックス隊長。すごいね、やっぱそう表に見せないあたりがすごい。すいません、本当。いや、それで、でも体調管理はね、そう、あの、まあ、自分のせい、そう、人間性は比例します、はい、なるほど。え、体調管理と人間性、はい、なんかすごいってことですか？ダメってこと、ダメってこと、ショック。ちょっとね、富山選手が一歩、してますね、一歩上げます中やんじゃなくてよかった俺、うん、そうですね、まだ大丈夫。あー、ナイ ナイス。苦しいな、これもう一発セブンぐらい欲しい。いいダーツするな。これはちょっと、いやね、これは多少動きましたね。入ってるんですけどね、絶対そうですね、そんな感じがする。この試合の時も多少の、多少のこう力みというか、そうそうそう、うん、緊張がね、そうさせるんでしょうけど。なんだか、いやー、いいとこ行ってみようい, い顔して投げますよね。うん、そうですね、迷いがないよね、あんまり。素敵妖精が…しっぽさーん、はーい、しっぽさーん。仲間やんって書いてあるやん。わー上手。します、やっぱ強いな。うまいし、どうしたんすか。いやいや、もうちょっと帰りますよ。あ、ちょっと電話しながらやってみて。電話しちゃう。え、なんか俺ナイスダーツ怒られるやつじゃないですか。いやいや、僕じゃないですか。変わってんってことですか。富山さん、え、誰が中山さんでしょ。怒られるの俺じゃないですか。いや、富山さんすごいですね。いやいや、す、次もう5連勝なんで。あ、これ出ないやつ、すごかった。あ、しおりちゃんか。さあ、ここ面白いよね、これちょっと面白いっすね、やっぱ、めっちゃしおりちゃんの気持ちもわかりますし、いや、怖いですね、こんな何人も抜いて来られてて、これあれじゃないですか、で向こうが6人、5人抜きとかだったら、うん、これこの2人が一番こう大人数抜きしてるんじゃないですか、これまで。ああ、なるほどですね。ただ佐藤しおりが、あ、でもうちのさえさんも5人抜きしてるんで。あ、そうやね、はい。
わー、うん、あー、あー、じゃあ翔ちゃんがナンバーワンです。翔ちゃん11勝してるんだよ今日。11勝中最多勝とか、いい顔しとるぞ。最多勝とかがあったらいいね。あー、個人賞でね、個人賞で最多勝、だからもう0勝で優勝するかもしれないけど、でもそんなこと言うならみんな1試合目出るっつってから揉めますよね。ああそうですか。私も最多勝で私先方行かせてよって言って揉めませんか、ね、なるほどそうね。なんかこう揉めればいいんじゃないですか。譲り合いがなくなりそうだ。揉めればね、そんなものは、いやもう丸く丸く戦いですか、はい、でもいや絶対はい、もう先方で行きます。あ、小村さんじゃあ変わろうか。いや、中野さん、言ってください。嘘つけ。初歩的な言い訳ですよね、あれ。お腹痛いっていうのは。おもろいわ。福村プロ、お腹痛いらしいです。はい。ちょっと、本当に。バターコーヒーが。あ、それは、はい、田中文雄でしょ。ああ、文雄さんが、ね、バターコーヒー。でも、もう会場におるやん。やすし。やすしはどこにいるの。やすしはおるよ。ヤスシオはね、さっきタバコ吸ってた。多分こっちのことも見とるもんね、多分。うん、そうですね。もうね、いやいや、肉眼とこっちで多分もうこう両方見てますよ。もうチェックが。席審判ですね、席審判。うちも席が審判してくれますね。おー、先行なんか。なるほど。あー、すごいね。はあ。これはですね、3位決定戦ですよ。ね、あー素晴らしい、ナイスボー。佐藤選手ね、早くね、こう自分のダーツができるようにこう、うん、持ってこれればいいですね。でも翔ちゃんの投げ方とかすごく憧れるんですよ ね、 そうだね。もう私もなんかもう思いのままでいっちゃうんで、うん、もうめちゃめちゃ冷静に見えるんですよ、うん。ただやっぱね、多少波がありますから。でもあんまり見えにくくないですか、なんかその、まあ表情的にはね、見たら、うん、惜しい、ナイストライ。やっぱちょっと面白くなりませんな。お腹痛いやつが、まあ、ポテト食い寄るっす。マジで食べてない。もちに前髪切られましたからね。本当？めちゃめちゃ短い。あれだって娘の前髪と同じやん。もちの。11時から説明会で説明会がありよるときにもちが孫切りマジで。あ、可愛いじゃんリオちゃんとか言いながら。いや、どっちかっていうかその、ね、あの二人の絡みもやっぱすごいでしょ。めっちゃ面白い。もうね、見ててほっこりする。松本恵の後継者というか、あれ宮本やね、木原奈美の後継者じゃん。いや、もうめっちゃなんかそっくりです。なんかそっくりなんですよ。なんか同じでしょ、同じ。そう、匂いが一緒なんですよ、はい、同じ地区の人ですね。地区もともとして可愛くなったって二人でこう、まあ、なんか、うん、もう分かり合って、うん、もう抱き合いながら下でタコ吸いに行ってましたよ。2人がさ、こう2人のみをモニタリングしたですね。いや、もうマジ、いや、あの面白いと思う、ね、熊本大会で、はい、あのそこダブルスだったんですよ。僕当たったんですよ、予選のみに。めっちゃやりづらかったですね、なんかもうすごすぎて。なんかもう異空間になりますね、あそこが。もう何やってんだろうみたいな、うん、日本語喋れる外人みたいな。なんかもう誰と戦ってるんだろう。何と戦ってるんだろう。そうですよね。いやだから本当こうシラフの状態からの2人をモニタリングしたいですね。あ、酔ってたらいいですけど、シラフの2人はね、どうなんですか。私の予想は多分モッチさんが全然喋んないです。そうね。でリオピーは喋りつつも、うん、とか言いながらで2人で乾杯とかしたら、もう多分息がすっげー合ってくる感じ。そうね、どんどん合ってきて。そうで、そうだよねとか言って、もう多分画面関係なくなってきます、ね、そうだよね、もう多分話かみ合ってないんだけど、うんうん、なんか通じてるみたいな。そう強いね。強い。佐藤しおりに対して臆してないですよね、
ダーツってやっぱこういい状態じゃないですか、その相手がどうとか結果がどうとかはあんま考えてない状態といいますか、はい、そう、いい状態ですね、いい状態ですよね、うん、自分の世界に入り込める、そうですね、うん、まあ、こう構えてこうしてこうみたいな、ね、すごいんだよね、うん、思いっきりは、うん、決まったらやばくないか、あ、まだ一本だけ行くんだろうか、あー、どうしようか、あ、行った、そういうことよね、うん、なるほど、でもね、4連勝中と5連勝中で、うん、ね、すごいし、きた、行くかな、行かない、うん、うん、ナイスファイブ、まあ、賢明な選択、そうですね、あ、20強いですからね、60がもうなんか合ってますから、うん、わあ、行くかな、行かない、上見てる、あー、ナイスナイス、すごいね、いい打ち合いよこれ、うん、そうなっちゃうよね、普段したらこんな展開にならないんだよね、いや、もうね、もうすっげー気持ちわかります、あ、アイデア来た、あ、来て来て、これちょっとアイデア、アイデア、変わろう、ゆなちゃんアイデア、いやいや、あ、じゃあちょっと、これ、いや、変わりましょう、あ、変わるんですか、僕は大丈夫です、すいません、お邪魔しました、じゃあ、私も決勝トーナメント頑張ります、あ、頑張ってください、二人でほら、ダブルス頑張ってください、ここを倒しますから、ちょっと、あ、このペアね、鹿児島と今日のペアゆうなちゃんです、ね、ゆうなちゃんと翔太ちゃん、イエーイ、全勝したぜー岡本ゆうなちゃんね、今日はダーツはどうですか、楽しい、うん、もうちょっと前行った、うん、まあちょっと前行こうか、あぶろあぶろ、よしね、これでね、いい感じに楽しめてる、自己紹介をお願いします、岡本優奈です、いや、いいよ、じゃあ自己紹介しよう、じゃあ俺から行こうか、うん、熊本県在住の笹木翔太です、よろしくお願いします、ちょっと恥ずかしいね、岡本優奈ちゃんです、よろしくお願いします、ね、大牟田、大牟田市ね、大牟田市在住、お父さんとお母さんがお店してるよね、あ、めちゃ練習してるやろ、するときとしないときあるみたいな、あーね、ごもっとも、あ、鈴木選手あれね、優勝おめでとうございます、 ありがとうございます、もうあれ、一月ぐらい前ですか、そうです、2週間、3週間前ですね、3週間前か、はい、どうでしたか、いや緊張しましたね、めちゃくちゃですね、けどなんか、ちょっと最近はこう結構上がってきてもそんなにこう表情があんまり変わらんくなったね、うん、まあ、ちょっとでパーフェクトに出続けて、うん、まあちょっと慣れた部分もある、そうね、まあ、経験をね、強いよ、この富山選手がめちゃくちゃいいダーツしてますね、めちゃくちゃ、さっきね、4人抜き、あ、だから今 5連勝中ですよ、しおりちゃんといいダーツですね、そうそう、佐藤しおりも悪くないけどね、全然ビビってないと言いますか、今日2人は、デビジョン1でペアと言います、全勝、全勝したね、ゆなちゃんね、すごい、すごかった、めちゃくちゃいいダーツ打ってましたね、ゆなちゃん、レーティングはいくつですか、 10? おーい今日は25と10で出てる、すごい、今何年生、3年生か、ってことは今からどんどん背が大きくなるでしょ、背が伸びてってダーツが楽になっていくよね、飛ばすのが、そうですね、的に狙うのが楽になってくるから、どんどん狙いやすくなる、ね、じゃあその大きくなってもダーツしたい、うん、あー、いいね、好きなプロの選手いますか、いっぱいいるけど、いっぱいいる、選びきれない、選びきれない、なるほど、じゃあ今日もいっぱい来てるんじゃないですか、そういう好きな選手はね、なんで笹木選手は嫌いなの、嫌いって言ってないの好きね、笹木選手ね、じゃがりこ、じゃがりこもくれるしね、後ででいいって、後ででいいって、後でで食べる、今放送中だからね。偉いよ。偉いよ、しっかり。ねえ、でも空気、そういうの丸々ね。丸々して。
いいですね。だから今いい試合中だ。うん、あ、富山選手一歩リード、そして15ラウンド、最終ラウンド。なんかもうプッシュですね、固くですね。ああもうこれは大化けるですね、もうナイスタートです。あ、すごいですね、富山さん。僕多分初めて、うん、僕も多分初めて見るけど、すごいですね。しおりちゃん今日ちょっと調子良さそうだったんですけどね。そうね、ワンレグっていうやっぱ砦の怖さというか。そうね、めちゃくちゃすごいリーダーですね。やっぱ前半食い込まれるとなかなか、ね、なかなかね、なかなか素晴らしい。北山選手これで6連勝ですか。6連勝ですかね。6連勝、すごいっすね。翔太君在住ってことがよく知ってるね。すごい馬鹿にされてますね。あら、やすしが今度優勝したら帰りに時代屋のレモンステーキ食べよう。そうですね、時代屋も毎回この会場来たら行ってますね。どこなの。すぐそこだったと思いますけどね、確か。すぐそこっていうのは会場の。会場すぐそこです。あの情報流通会。あ、いや、時代屋じゃな、その帰りに時代屋っていうそこの、うん、ここの会場のすぐそこに。あ、ここの。はい、そうです。あ、へぇ。あ、なるほどね。今日熊本が優勝したら帰りに行く、ね、そうへ。あ、じゃあ上野さんいただきます、ね、いただきます。誰か好きな男の声が聞いてほしい。あ、誰なんかね、質問来てるよ。聞いてほしいですね。ゆなちゃん、誰か来てるよ、質問が。誰か好きな男の子がいるか聞いてほしい。たくさんだから選べきれないって言われたって。誰が好き。え、それどういうダーツのプレイヤーでしょ。ダーツプレイヤーで。ダーツではいっぱいいるけどね、うん、学校では一人しかいない。あ、いいね、いいね。そうですね、学校では一人しかいないです。ダンスプレイヤーいっぱいいるんですけど。素晴らしい。素晴らしい、ね。回避、ね、すごいね、上手。解説が上手よ。だそうですよ。聞いてほしいって。今、小学3年生だったね。急遽決まったんですよ、組むことが。ああ、そうだね。で、僕から出ようよっていう話をして、せっかくなら。でも楽しいよね、今日ね。ゆなちゃんも入るしね、ダーツね、このまま優勝したい、ね。今日トーナメントどうだった、ゆなちゃん。トーナメント、アンダー19は3位。3位やった、ね、3位か、すごいね。めちゃくちゃやっぱメンタルもですね、強いし、勝負強い。さすがです。これ、あ、もう副賞なんですね、福岡は。はい。で、次がね、木原さん。そうですね。福岡優勝候補で、吉井加穂に抜かれましたね。吉井加穂は頑張りましたね。ですね。よく頑張りましたよ。吉井加穂はやっぱちょっと強くなってきよるね。そうですね、なんか、いつもなんかちょっとポカするイメージだったんですけど。そうそう、ポカしてなんかちょっとズルズルみたいな。そうです。でもきっちり今日なんかダーツしてる感じだったと思うんですけど、ね、ズルズルいかないとか、なんか踏ん張れるようになってきたとかね。すごい質問来てるよ、すごい質問来てるよ。ゆなちゃん、注ぎプロ好きって来てるよ。言わせとるやないかい。あら、いいよって、やすしがいいよ。ああ、ありがとうございます。いただきます。ゆなちゃんは注ぎプロ好きみたいです。嬉しいね。ジョーのプロの方が好きやけどね。今日は俺にしといて。今日だけは俺にしといて。あら、今日ジョーの君おる。今日はですね、小森で。わお、決戦。そうなんだ、はい、地元開催ですね。まあでも仕方ないですね。ジョンは知ってる？ジョーノ君ね。ジョーノ君は知ってる？名前は聞いたことあるけど。絡んだことないもんね。顔はイケメンだよ。ダーツも上手。
わかんない。わかんない。わかんないみたいです。わかんない。大分強いっすね。うん、なんか大分今日どこに負けたんですかね。大分は。大分はどこに負けたんですかね。鹿児島ですか。あのね。福岡。あ、福岡に負けて三決で当たってるんだ。すごい。ダブルイルミじゃなくてシングルイルミ、変則なダブル、下に行く、下に行ってね、ちょっとだけその子お願いします。どうぞ、全然大丈夫。すごい、ゆうなちゃんもね、将来ここに立てたらね、いいね。今日めちゃくちゃ活躍してて、ゆうなちゃん、うわー、ナイスアウト、すごい、いいダーツしてる。大将、福岡大将ですね。松田純さんが決勝進出。じゃあ、抜けましょうか。ちょっと、ダーツ入るんですよね。誰か。これ抜けていいの？大丈夫なんですか？抜けない方がいい？まだ大丈夫。じゃあ下降りよう、ね、アップしよう。じゃあありがとうございました。ゆうなちゃんでした。バイバイ。バイバイは？バイバイ。あと誰か呼んでください。モンモン多分試合してるんですよね今。ノアちゃんだ。ノアちゃん、ノアちゃん、ノアちゃん、あのコントロール前に出てる。15歳。一人解説、あ、今取りで3位決定戦ですよ。三決ですよね。ナイスカット。うまいな、この人、富山さん。こんにちは。自己紹介をお願いします。ノワールです。ノワです。ノワールです。そう、今ね、三決、福岡対大分、もちさんが取り出か。もちさんにか、もちさんが、ん、富山さんが勝ったら3位。
そうですね、鳥ですもんね、4人抜きしたら。今4人抜き中ってことですか？いやいや、3人先方だもんね、先方。もう今、最後だから、鳥でだから。あ、惜しい。ナイス。決勝だよ、ノアちゃん、私たち。だから、応援しに行かなきゃ。そうだよ。え、何人抜きしたんですか？3人。え、すごっ。一人やの。何？あ、そう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 。先方のね、スミカさんが。あれは見た。一番最初、リーヌちゃんが倒して、あれは見た。シェリちゃん。緊張した、めっちゃ。緊張してました？緊張したよ。あまり見えなかった。緊張しようと思いながらダーツ投げたもん。緊張した方がなんか緊張感がある、出るっていうかさ。あ、ゲイさん帰ってきた。こんにちは。ペペコ、ペペコの娘。ペペコの娘。ノアちゃん。ノアちゃん。ノアです。ノアちゃん真ん中来れば。いや、飲んで。いい。だって取り出たよ、取り出。ノアちゃん、今日はどうですか？今日は何もダメでした。あ、何もダメやった。全部ダメでした。あら、そう。そういう時もあるね。今日はね。公務員。ですよ。公務員。公務員大好き女子。おかえりーぬ。公務員大好き女子ではないけど。誰のこと？公務員っていうかでしょ。公務員。うん、何になるの？公務員。公務員だよね、うん。みんな知らないのかな？鹿児島市。いや、鹿児島の人しか知らない。ここで大体言わされるから。公務員って。将来何になるのっていうあれがコメント。コメント。ああ。うん。何してるんですね。この人たちはそれを。将来何になるの？公務員。は。普通に。あ、普通に、うん、ごめんね、はい、分かりにくくて、すいません。何部だったっけ？ダーツバーで働きたいっちゃんね。働きたい。あ、そうなの？うん、将来。はい。今、何年生？今、高1です。高1か。あ、まあ、先ですね。ナイスカット。アンケート読みましょう。いいですよ、アンケート書いてもらったのにね。アンケート、決勝、鈴木徹さん対松田さん。松田さんって知らないの？もうここまで来たんだ。早いっすね。富山選手、すごい。ですよ、鳥で。まあ、さっきのね、鹿児島のパターンと一緒ね。吉井選手のパターンと一緒。サトシを破りからのトドンと。しかし、そうはトンヤが下ろさない、キャラなんだ。ナイス。さあ、こっちからこっちがさ、こっからまくったらかっこいいよね。本当に。ただ4人抜いたらかっこいい。けどほら、もう大分って、富山選手が何人抜いてたのかな。7連勝って書いてありましたよ。7連勝したってことは、その間試合してないです、他の人たちが。ああ、そうですね、確かに。で、この1試合、このワンレグで木原選手がどこまで乗れてるかというか、うんうんうん、だからまあこの試合ね、この試合が結構ポイントだね。そのリーヌもさっきそうだった、その、はい、まあ、1試合目は結構苦労して、はい、で2試合目でもアジャストというかね、合ってきて、はい、この 2試合目をこうどう自分で乗っていくかみたいなね。皇帝殺しですね、伝説の、ね、前世紀の星野光政を30何連勝あれね、1大会、2大会連合わせてね、39連勝かなんかしたんですよ、当時。しかも高校の01じゃなかったでしょ。高校の01、10年ぐらい前かな、10年ちょっと前かな、うん、その当時のやっぱ星野光政さんは神がかり的な、ね、神がかり的な強さでしたからね。神すぎません、うん、神すぎてません今、うん、
感がね。なんだ、うん。知ってますか、星野選手。星野道正さん知ってる？わかんないです。わかんない。なんか誰が好きですか、プロの選手で。憧れの選手ますか。うちあれが好きです。松本めぐみさん。あ、やっぱ松本めぐみね。とももちゃん。足ももね。この間ね、ダブルスで。あれダブルス優勝したんだっけ。です。優勝。すごいよね。ももちゃん前の日から負けなしでしたもんね。プレミアも勝って、パーフェクトも優勝して。プレミアもあの2人が決勝やったでしょ、でした。ねえ。まあまあ、ももちゃん決勝行くのはまあ分かるとして。めぐは、まあ言うたら現役とはまあ言えないわけですから、まあ、試合まで。すごいよね、あの人。ゼロワンだ。なるほど。まあでもこれは、もちが先行でしょ。そうです。まあ50とはいえ賢明な選択かもしれませんね。これもちがワンブルとかやったらラッキーですよ。確かに終わらないですね。まあでもそうはさせじと。そうは問屋が俺ですか、公務員。違う今の違うね、全然違う。惜しいですよ。ナイスカバー。今でもいいですよ、いいグルーピング。結構落ち着いてやれてる感じですね。まーちゃんもね、18歳になったらね。うん、出たい。今レーティングどのぐらいあると思う。13。あ、すごいね。13。強いじゃん。すごい。まーちゃん11までしか知らなかった。あー11。でもなんかもう試合とかなるともう全然下回る。でも熊田さん一緒に出た時マジ強かったよ。え、でもなんかあるじゃない、波があるじゃないですか。いやいや、あの日は普通に強かったよ。嬉しい。モッチ止めそうだな。あのね、ちょっとやっぱ表情がねいい感じになりましたね。あ、モッチさんの木原さん、うん、ふわふわ感がなくなるというか。ナイス。なんかスッと入った感じのね。これ自分で自分の試合見たりしますか。ブラックじゃなかったですか、さっき見てました、あそこで。あ、自分のさっきの試合自分で分かるな、なんかこう表情が変わっていくのが。分かんないっす。その集中 してるというか、こうなんかこうこうなった時の顔となんかまだこういろいろ。あ、でもふわふわしてるなっていう顔は分かりますね、うん。もうある意味こう腹が決まるというかね、うん、もうやるしかないというか。かも。違う。あー強い。ナイスラウンド。4ラウンド。さすが。41.75。さすが。強い。ちょっとね。ありますね。入ったかもしれないですね。全然あります、ね。さあこうなってくると。田中選手はやっぱプレッシャーかかりますからね、一気に。ただまあ試合もね長いことしてないというのもありますし、うん、この今の状態の木原選手を目の前で見せられるとやっぱね、ちょっとプレッシャー。でもこの田中選手は毎年大分代表ですよね。毎年ではない気がしますけど。去年一昨年とかも。そうですか。はい。あ、そうですか。ですよ、ですよ。お母さんと同じ名前なんですよ。漢字も。菊美さん。はい。あ、そうですか。そういえばね、吉井加穂は。あれでしたっけ？出てないのか。はい。松本めぐみさんの後輩やもんね。そうです。高校の後輩。私も後輩ですよ。あ、そう。ノアちゃんもですよ。あ、そう。二人の後輩なんです。お、すごい。高校の先輩ですよ。サッチもそう。そうですよね。あ、もうなんかどっか行っちゃった。なんでもない。あ、サチさん？サチさんも後輩。あ、後輩私。後輩です、サチさんの。すごいね。はい、輩出してますね。どこだったっけ？入木商業高校。ま、の今合併して、千札青州館高校って今。なんで？千札青州館高校だって。なるほど。仙台と薩摩町。そうです、そうです、そうです。千札青州館高校。青州館高校。
持ちおこうじゃないですか、これも集中ですね、集中してね。源さん、決勝の結果を教えてください。今これ三決です。決勝の、決勝まだですね。この、まだです。今三決やってるんですけど、この後にメンズプレミアですの決勝が入って、その後に砦の決勝戦を行いますね。あ、プレミアではなくてプラス2の決勝戦をやってから砦の決勝。あ、じゃあメンズプレミアはまだ先。年度、なるほど、なるほど。トライデントから行く小島さん、オーナーさんね、オーナーさん対山田さんとの年度、山田の子分年度が決勝戦。サンドイッチ年度。うん。さっき出てたけどな、そこ、ね、皆さんご存知、ご存知ですかね。山田の弟ですって言うと大体信じる。確かに、ヒゲとか。ヒゲとか。ヒゲの具合とか。うん、背が高い。そう、もともとあの人鹿児島で、鹿児島、鹿屋。あ、でも田中選手ね、検討してますね、うん、カットするのか。うん、そうね、ナイスカット。ちょっとグリップに力が、ね、うん、まあしょうがないです。メグさんは出てないです。お、マシーン、まあ言ってましたけどね、ちょっと当たっちゃった。ナイスフォー、ナイフォー、しかし届かず。これめっちゃ G 綺麗じゃないですか。うん、G 綺麗ね。オリエティが書いたんじゃないか。うん、まあ、分からないですけど、めっちゃ G 綺麗。うん、カタカナ。うん、プッシュですね。まあ今が、4ラウンド、まだ序盤。さっき多分木原選手はね、そんな焦ってないというか、まあ、じわ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 やる、まあ、ベテランですからね。熱熱。渋い、渋いですね。渋いですね。渋い。いなくなったね、源さんが。いなくなった。急に。うん。うちも今日これやった。シングルで。ベッタだった。十九。ボンカバ、チャンスです、田中選手。あんまり違うじゃん、感じ違うじゃんね。あー、ナイスカット、ナイス。
あー惜しい、ナイスサーブ。砦は年齢制限あるんですか？あのですね、18歳以上です。のあちゃんがね、出ようと思ったんで出れなかった、うん。それじゃないでしょ。え、そうなんですか。あー、なるほど、そういうことね。うん、後で説明するね。はい。あ、そうか、そうですね、18歳になったらちゃんと18歳までダーツしててね。するする、絶対する。なんて、ああ確かに、もう18歳だったら働いてるかもしれないからね。ワンちゃん、おー、ナイスカット。お、それは展開が3個でベッドを、オープン。ここはチャンスです。3本でカットして、ナイスアン、ナイスアン。ワンチャンある。渋い展開になってます。ヘッペヘッペ、渋いっす、渋、あ、渋いっす。あー、素晴らしい。ビ、これは素晴らしい。これは B じゃないですか。いや、もうこれビッグラウンドでしょ。あ、ビッグラウンドか。わからんもんですね。わからんもんです。ナイスカット。頑張れ。そうですね。それでしょうね。とりあえず年齢制限18以上です。みたいです。はい。今のあちゃん15歳。15ですね。15歳。僕もね、昔ね、15歳だったんですよ。知ってます。はい。30年前は。知ってます。知ってます。私も昔15歳でしたもん。知ってます。あ、嘘つけは分からん。15年前。あ、そっか。ナイスカバー。140点差、うん、ここはね、もう田中選手、ちょっと1本でも2本でも、そうですね、1本でも2本でもいいですよ。あー、おい、来た。このね、いいリラックスした表情、ニコニコしてる。ナイス、素晴らしい。さあ、ということで、はい、田中喜久美選手が3位決めましたね。決めました。3位、福岡、負けた、大分、大分、大分、はい、素晴らしい。3位、3位、他もね、モッチ、キャラ選手行くと思ったところをね、すごいですね。鹿児島と、すごいですね。どこでしたっけ。熊本、決勝でしょ、はい、熊本、ね、絶対王者、あれしなきゃ、鹿児島が止めなきゃ。そうだよ、4連覇を阻止しないと、うん、もうでもね、吉井選手、エース吉井がもう気持ちが乗っちゃってますから。まああとはやるしかないからね、はい、もう結果がどうであろうと、はい、もうやるしかないですから、はい、オラに力を